BA-20 はソビート連邦の装甲車である。BA-20 は1934年から開発に弱種1935年から749量が生産された。1939年には改良型の BA-20M の生産が開始され、独ソ戦開戦後の1942年6月をもって1230量で、 生産終了した。また、鉄道機動走行車型である BA-20ZHD と BA-20MZHD が開発され、前者は1938年から翌年までに61両が、後者は1939年から1941年までに76両が生産された。1937年には、 側面装甲が少し傾斜した重道に変更され、BA-20M からは、ギャス MS のシャーシに変更されて、足回りを強化、また、車体、重道の前面装甲圧が 9mm に増加、2枚の装甲板で構成されていた、車体後面が1枚の曲面装甲板に変更されている。また30リットル燃料タンクが追加され、 路上での航続距離は4 5 0トルに増加した。フィンランドが冬戦争で旅客した BA-20M パロラ戦車博物館像。最も早く関わった戦争はスペイン内戦であった。ソ連は支援する人民戦線に本社を供与した。ローロー赤軍が本社を代々的に実戦で初めて用いたのは ノモンハン事件であり、鉄道とともに補給を重視したゲオレデー・ジューコフは、戦車を含む日本軍の10倍近い装甲車両を投入した。BA-60 装甲車とともに、本社も補給部隊の護衛に活躍して、ソ連軍は勝利、輸送部隊は検証された一方で、16両が全損、27両が要修理な損傷を受けている。ポーランド侵攻までは、 比較的平坦な地域での運用が中心であったが、冬戦争では悪路ゆえに大幅に運用が制限されることとなった。この戦いでは33両が失われ、一部はフィンランド軍に露飼された。これを受けていくつかの派生型が開発されたが、根本的な改善には至らず、また装甲は極端に薄かったわけではなかったが、構造の問題から消火器による攻撃でも、 炎上してしまう事態が相次いだ。さらに独ッ戦の初期には、ドイツ国防軍にも露覚され、パンザースパーワガン BA-202 の形式名を与えられて2009部隊で運用された。これ以降はより軽量でカニーナ BA-64 軽装甲車と交代していったが、BA-20M も1945年まで少なからず生き残り、 満州侵攻にも17両が参加している。いずれも、装甲の薄さや武装の貧弱さが終戦まで付きまとったものの、各方合計2144両が生産され、ソ連軍の補給を支えた。ありがとうございます。